そうですね、仮設の方で心のケアというのをちょっと重視してまして、で、まあ、の仮設でもですね、まあ、なかなか外に出れない方とかいらっしゃると聞いてるので、その方たちにも、まあ、聞こえるようにじゃないですけども、伝わるように、まあ、音楽だったらいいんじゃないかと、そういうことを考えた時に、ちょうどそのラマーズさんも東京の方でその音楽を通して何かしたい、支援したいっていうお話をいただいて、それがまあ合致して今回の運びとなりました。演奏して13年ぐらいになります。2000年に結成して、週2回ビンの練習をなぜかずっと続けています。一緒に楽しんでもらう時間を作れたらなと。会場の皆さんが一緒に歌ってくれたり、瓶を素直に吹いてくださったから、もう本当嬉しかったです。一緒に演奏もできたし、少しでも年に 1,2 回でもちょっとずつ瓶の音を届けながら、ちょっとしたほのぼのとしたひとときが過ごせてもらえたらいいなって思います。